こんにちは。NEX工業へようこそ。日本の水素テクノロジーが世界で称賛されています。水素は次世代のエネルギーの有力候補として考えられている物質です。水素は燃焼した際に廃棄物として水しか発生させず、ガソリンに代表されるような化石燃料のように温室効果ガスを発生させません。地球温暖化対策が待ったなしの状況になる中で、この魅力は非常に大きなものです。また水素は水を電気分解することで生成可能な物質で、資源が枯渇するという問題を抱える化石燃料とは異なります。持続可能なエネルギーとして水素は非常に有望なものです。日本は水素に関するテクノロジーにおいて世界をリードする存在です。今回は日本の水素関連テクノロジーが世界的に評価されていることに加えて、日本が取得した水素の特許件数が世界でもトップであることにフォーカスしていきます。脱ロシアで水素シフトが加速。現在世界中で水素シフトが進んでいます。水素シフトとは、水素エネルギーを活用する水素社会を実現するために行われている取り組みで、水素の技術開発や研究、さらにはサプライチェーンの確立などの取り組みを指す言葉です。水素は電気を使って水から取り出すことができるのはもちろん、石油や天然ガスなどの化石燃料、メタノールやエタノール、下水汚泥、廃プラスチックなど様々な資源から作ることが可能です。水素の利用先として期待されている分野は多岐にわたります。まずは水素を燃料として発電し、その電力でモーターを稼働させ走行する燃料電池車や燃料電池バスです。燃料電池車はすでに市販化された実績もあり、商品化という意味で実用化レベルに達しているテクノロジーです。さらにフォークリフトなどの産業用の車両でも水素利用は始まっており、水素の有力な利用先として考えられています。家庭用燃料電池エネファームも水素の利用先として有名です。ガスから水素を取り出し、酸素の化学反応を起こして効率よく電気を作り、その時生まれる熱も家庭で利用するという非常に理にかなった製品です。水素は燃焼した際に二酸化炭素を排出しないということで、水素シフトを推し進める取り組みが世界各国で進められているのですが、ロシアによるウクライナ侵攻が引き金となって、さらに強力に水素シフトが進められています。ロシアによるウクライナ侵攻によって、西側諸国とロシアの対立は決定的なものとなりました。ただ西側諸国のヨーロッパ各国はエネルギーをロシア産の天然ガスに頼っているという構図があります。ヨーロッパ各国にとってはロシアに対して厳しい措置を課す必要がありますが、それによってロシアが天然ガスの輸出を止めればエネルギー不足という問題に陥るということになってしまうのです。そのためヨーロッパ各国ではエネルギー分野での脱ロシア政策が急ピッチで進められ、中でも水素エネルギーへシフトしていくことで脱ロシアを狙うという動きが強まっています。実際 EU では3月8日にリパワー EU と名付けた政策文書を策定し、ロシア産の化石燃料の利用を2030年までに取りやめると発表しました。その目標を達成するために水素のエネルギー使用の増加が重要政策に位置づけられ、欧州クリーン水素同盟は水素生産能力を2025年までに現状の10倍まで拡大するという共同宣言を発表しています。水素シフトが今後これまで以上の勢いで進むことは確実と言えそうです。欧州が発表、日本が水素の特許を独占。これまで以上に水素エネルギーに熱い視線が集まる中で、欧州特許庁は1月10日、国際エネルギー機関と共同で世界の水素関連の特許の動向に関する報告書を公表しました。特許の数はそのジャンルに関する技術力の高さを証明する証であり、特許数が多ければ多いほど高い技術力を保持するということでもあります。報告書では2011年から2020年の水素関連の特許数の割合は、日本がトップの 24%、アメリカが 20%、ドイツが 11%、フランスが 6% となっています。ちなみに、ドイツやフランスなどを含む EU 全体では 28% であり、日本と EU が 50% を超える割合を獲得しています。
このことから市場全体としては日本と EU 勢がリードしている形となっております。中国はわずか 4% となっており、特許件数で言えばかなり遅れをとっています。ただ特許出願の同期間の平均成長率は日本が 6.2% ですが、韓国と中国がそれぞれ 12.2%、15.2% と高い伸びを見せており、日本を猛追する構図が見えてきます。日本企業の中ではトヨタ自動車に代表されるような自動車メーカーと京セラなどの化学メーカーの特許数が目立ちます。今後は世界中で水素テクノロジーの開発競争が起こる状況になっていくことも予想されるところです。100円から30円にする日本の水素戦略。日本における水素量は2017年度の 0.02 万トンから2020年度は 0.4 万トンまで増加しています。中間目標として2030年度には水素量を30万トン、将来目指すべき姿として1000万トンプラスアルファの水素を生産することを目標にしています。水素にはメリットも大きいですが、まだまだ解決するべき課題もあります。最大の課題はコストの高さです。水素は既存の化石燃料よりもコスト高であることは否めない事実です。その要因としてはまだ大規模生産体制が整っていないことや、安く水素を製造する工業的な手法が確立されていない部分が大きいです。シンプルに水を電気分解するなど水素を製造する手法はたくさんありますが、工業的に生産するという部分ではまだまだ技術開発段階にあります。現在の水素ステーションにおける価格は約1ノルマル立方メートルあたり100円ですが、中間目標として2030年度には1ノルマル立方メートルあたり30円、将来目指すべき姿として1ノルマル立方メートルあたり20円までコストを下げることを目標設定しています。技術的な課題として表面化しているのは水素をいかにして運搬するかということです。水素は常温では気体であるため効率よく運搬することが難しいです。効率よく運搬できるように天然ガスのように液化して運ぶという試みが試されていますが、水素を液化するためにはマイナス253度と非常に低い温度にまで冷やす必要があります。技術的に液化して運ぶことは可能ですが、運送コストは高くなってしまい、水素ガスの価格を引き下げるためには輸送部分での工夫が必要不可欠です。具体的には水素を他の物資に化合させて運ぶ水素キャリア方式が検討されています。例えば水素をアンモニア化して運ぶといった方式です。様々な方式を検討し、水素を大量に供給できるサプライチェーンを確立することが水素社会を成立させるためのキーとなることは間違いありません。2040年に80兆円になる。世界の水素インフラの市場規模は2020年には10兆円を超え、2030年には40兆円弱、2040年には80兆円、2050年には160兆円になると予想されています。水素をエネルギー源としたモビリティや船舶、飛行機などの開発はこれまで以上に活発になっていくことでしょう。さらには水素を燃料とした水素発電も可能性の一つです。人口が増え続ける中で増大するエネルギー需要を満たしていくためにも水素は有効な選択肢といえます。水素はその製造過程によって3つの種類に分類されており、再生可能エネルギーで製造したグリーン水素を使うことが理想です。現在グリーン水素はコストが高くエネルギーとして常用することは難しいですが、これからの技術開発や大規模生産体制の構築などによって大部分のエネルギーをグリーン水素で賄える日がやってくるかもしれません。日本は水素テクノロジーに関しては特許数でも示したように水素の革新者であり、技術的に優位にあることを示している立場です。そのため水素という拡大する市場の中でビジネス的な成功を収めることはもちろん、水素社会の実現という部分でも大きな役割を担うことが期待されています。もちろんコストや技術的にまだまだ課題は多いですが、日本を筆頭に世界中で水素に関する研究開発を行うことで課題を解決し、水素という無限のエネルギーを使える日は案外近いかもしれません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そして
この動画が良かったら、グッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また、Twitter と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは、今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。